「二匹のネズミ」「今やわしの前代未聞の大復讐計画は全くなったのである」あ「ああ愉快愉快いよいよ思いを晴らす時期が近づいてきたぞ」「可愛さ余って憎さが百倍という続言がある」「実にその通りじゃよ」 わしは瑠璃子を、川村を、あれほど愛していたからこそ、信じていたからこそ、彼らに裏切られた憎しみはその愛情に百倍するのだ。いや、千倍、万倍するのだ。わしの立場は、例えば逃げ道のない袋小路へ二匹のネズミを追い詰めた猫のようなものだ。全身銀色の古猫じゃ。 <laughs> 皆さん猫がネズミを殺す時の残酷な遊戯をご存知じゃろうわしはちょうどあの猫の気持ちであった最後にはどのような恐ろしい目に合わせてやるかそれは細かい点までもちゃんと計画が出来上がっていたがすぐさまそこへ持って行ったのではあまりにあっけない。 わしの恨みはそんなあっさりしたものではなかったのじゃ。で順序を追ってじわじわと楽しみながら復讐事業を進めていくことにしたがまず第一着手として成し遂げねばならぬ三つの事柄があった。その一つは川村義雄との交わりを深くして彼の心からの信頼を得ること。 第二は、河村の瑠璃子に対する情熱を陰に陽に煽り立て、わしがかつて瑠璃子に抱いていた以上の狂恋に溺れさせること。第三には、このわしが密かに瑠璃子の心を捉え、瑠璃子を我が者としておいて、最も適当な機会にそのことを河村に知らしめ、彼目を絶望のどん底に突き落としてやること。 無論これはわしの復讐事業の最後の目的でなくちょっとした前芸に過ぎないのだがその前芸だけでもわしの子むったと同じあるいはそれ以上の心の痛手を川村に負わせてやることができるというものだ。さて Y 井温泉の別荘であの恐ろしい発見をしてから一週間ばかりは別段のこともなく過ぎ去った。 むろんその間に川村義雄が数回訪ねてきてわしたちの間柄は計画通りだんだん打ち解けていったのだが彼はわしの顔を見るたびに大牟田瑠璃子の伝言を伝えさも自慢げに彼女の美しさを褒めたたえるのであった「夫人はあなたからの贈り物を大変喜んで近日中ぜひお礼に伺うけれどくれぐれもよろしく申し上げてくれということでした」。 それから夫人はあなたの方からもどうかお尋ねくださるようにと繰り返し伝言を頼まれているのです。どうですか一度大牟家をお尋ねになっては。川村が進めるのをわしは首を振って、いやそのうちお尋ねしますよ。年寄与こそ懐かしいが瑠璃子夫人は全く知らぬ人ですからね。それにわしはこの年をして妙にはにかみ屋で。 夫人のの前へ出ることをあままり好みませんのじゃ。その夫人が美しければ美しいほど困るのです。しかし礼儀としても一度参上しなければなりません。いずれそのうちとよろしくお伝えください。とまずぶっきらぼうな返事をしてみせたものじゃ。すると河村め、やっきとなって言うことにはそれは残念ですね。しかしもしあなたが瑠璃子さんを一目ご覧なすったら。 いくらご老人でもなぜこのような夫人にもっと早く会わなかったかと後悔なさるに違いありませんぜ。それにいくらあなたの方で訪問を見合わせてもあの調子だと夫人の方からやってきます。あなたを驚かせにやってきます。ほほうそんなに美しい人ですかとわしが水を向けると川村はもう有頂天になって弁じ出すのだ。 死んだ大牟田君は常に日本一の美人だと誇っていました僕もそう思いますね生まれてからあんな女性を見たことがありません顔の美しさは言うまでもありませんが言葉好きといい声の調子といい物腰といいその上社交術の巧みさというものは何から何まで一点火の打ちどころもない本当にその名の通り瑠璃のような霊人です こいつめよくよくルリコに溺れているな我が常人をこんなに褒め添えすようではさすがの悪人も恋には我を忘れるものと見えるわしにとっては思うつぼというものじゃそれは危ないそんな美しい未亡人が社交界などに顔出ししていては実に危険千番ではありませんかいやその点はご安心ください 及ばずながらこう私釈の親友の僕がついています夫人の行動はすっかり僕が見守っています定説な夫人がそんな誘惑に負けるはずはありませんなるほどなるほどあなたのような立派な保護者がついていれば安心ですいや保護者というよりもあなたなれば夫人の夫としても恥ずかしくはありますまいはははいやこれは失礼 冗談らしく誘いかけると、川村め、すぐさまその誘いに乗ってきたではないか。ははは、僕なんか。しかし、僕は変な意味ではなく、心からルリ子さんを愛しています。いや、尊敬していると言った方がいいかもしれません。夫人を守るためには、昔の騎士のように、神明を落としても惜しくありませんよ。はははは。とまあ、 こんな話から、川村の訪問が二度三度と重なるに従って、だんだん無遠慮になって、実は僕、ある夫人と婚約しようかと思っているのですが、などと大胆なことを言い出すようになった。それは結構です。相手のご夫人もどうやら想像できぬではありません。もろ手を挙げて賛成しますよ。こうしてご懇意を願っているからには、 及ばずながらわしも大いにお祝いさせてもらいますよ」とおだてるとやつめ総合を崩してホクホクしながら「本当にお願いしますあなたのお力添えは僕にとって百人力です」とわしの手を取らんばかりだ喜ぶはずである大牟家の親戚にあたるしかも大なりのわしという後ろ盾があれば彼の野望も まんざら夢とばかりは言えないのだ巨人の目さてワン温泉を訪ねてから一週間目の話であるルリ子はいくら誘ってもわしが訪問せぬものだからじれてその夜彼女の方から川村と連れ立ってわしのホテルを訪ねてきた。 わしは、独夫の顔を見てやりたくて、うずうずしていたのだ。瑠璃子のような勘婦を手なずけるには、わざと冷淡に見せかけて、相手をじれさせるのが一つのコツである。ああ、大名家族の若さまが、こんなさもしいことを考えるようになったのだ。それも誰ゆえだろう。案の定、彼女はじれて、 待ちきれなくて先方からわしが広げた網の中へ入ってきた電話でこちらの都合を聞き合わせてきたのでお待ちしますと答えてちゃんと用意それがどんな用意であったと思いますを整えておいたのだけれどしかしいざ対面となるとさすがに胸が躍ったビビしく飾った専用の客まで待っていると 仕立て下手おろしの洋服を着た川村よしを先に立てていよいよかつてのわしの愛妻瑠璃子が入ってきたしずしずと入ってきた川村の紹介の言葉につれて彼女はしとやかに挨拶した見覚えのあるわしの好きな柄の和服姿頭に指に光り輝く宝石 薄化粧のにおやかな頬赤い唇ああ何たる養父であろう夫を殺し我が産み落とした子供をさえ絞め殺して悔いるところなき極悪人でありながらこのなよなよとした風情はどうだこの顔の美しさはどうだ美しいよりもむしろ生めかしいのだ わしは思わずずっと身震いを禁じえなかった。この愛らしい顔をした女が果たして最後まで憎み通せるだろうか。いかなる鉄石心もこの洋服にあっては飴のようにとろけてしまうのではあるまいか。どっこい、狐につままれてはならぬぞ。しっかりしろ、お前は復讐の神に捧げた身ではないか。わしはぐっと心を引き締め、霊の 練,りに練った作り声で適当に挨拶を返した。瑠璃子は無論このわしがかつての夫であろうとは少しも気がつかぬ。変わり果てた白髪白禅、それに肝心の両目は黒眼鏡で覆われているのだ。いくら昔の女房だとてこれが見分けられるものではない。 三人は思い思いにソファーや肘掛け椅子に腰を下ろしてお茶をすすりながらよもやまのお話を始めた。ルリ子はやがて四尺家の後目相続をした近親の者が屋敷へ乗り込んでくることそうなれば親族会議の結果定められたあてがいぶちで別邸に住まではならぬことそれにつけてもあなたは四尺家の遠い縁者にあたるのだから何分のお力添えが願いたいなどと。 しんみりしたた打ち明け話さえしたものだ。高価なわしの贈り物がよくよく彼女の心を捉えたものと見えるそれにしてもおかしいのはあの欲張りの瑠璃子が恋のためとはいえ死爵家の財産を棒に振ってしまったヘマなやり口だわしを殺す前になぜ相続者を産んでおかなかったのだそこへ気のつかぬ女でもある前に いや、産むことは産んだ。川村との間の隠し子を産んだ。しかしさすがの勘夫勘夫も大手違いをやって、わしの病気入院中に子供をこしらえてしまったものだから、いかにずうずうしい彼らでも、それをわしの種だと言いくるめるすべはなく、全身の出来物という奇想天外の口実を作って、やっとわしの目を逃れ、Y 温泉の別荘でその子を産み落とした。 そしししてて殺まった何も殺さなくても他に手段もあったろうがそこは鬼のようなカンプカンプのことだ我が子に対する愛着などみじんもなくただ自分たちの罪の発覚を恐れたのだせっかく海は海ながら飛んだ手違いであわよくば死しの跡取りにもなれる子を跡取りどころか命さえ奪わねばならなかったとは 悪事の報いはわしの復讐を待たずともはやそこにも現れていたというものだそれからまた相続者のことも考えないでなぜこのわしを殺すようなヘマをやったのかこれは恋に狂った川村の後先考えぬ独断であったのだそのことでは勘譜勘譜の間に悶着が絶えぬということが後で分かった瑠璃子にしては 嫌な大牟田俊樹を殺してくれたのはありがたいがそのために朱雀家の実権を失うのが悔しかったあの財産を我がものにし栄養栄画ができぬのが残念だっただが何が幸いになるかプカンプの間にこの悶着があったればこそ瑠璃子が朱雀家の財産を失ったればこそわしの復讐計画が あんなににも見事に成功したのだ。なぜといって瑠璃子がもし元のように試写家の実権を握っていたならたとえわしがどれほどの資産を持って誘惑したところであのようにたやすくなびかなんだであろうからそれはさておきそうして話し合っているうちに定めの時間が来た午後8時という定めの時間が近づいてきた 誰と誰との間に定めた時間だかそれは今すぐ申し上げるそこでわしは洗面所へ立つふりをして次の部屋へ入った無論そこもわしの借り切りになっているのだそしてドアを閉めると鍵穴に目を当てて今か今かと事の起こるのを待ち構えた見ていると そのわずかのまさえ離れているに堪えないのか川村のやつはこそこそと瑠璃子のソファーへ席を変え彼女にすり寄ってその手を取った「およしなさいさとみさんが帰っていらっしゃるわ」瑠璃子はまんざら嫌そうでもなく小声で男をたしなめた「なあに構うもんかさとみさんもうすうすは感づいているのだ」 先生僕らを似合いの夫婦だと言ってたぜ川村は美しい顔に似合わぬずうずしさでぎゅっと女の手を握りながら「だが大丈夫かい僕は少し気がもめるぜ」とはややきもちを焼き始めたあら何のことなの瑠璃子が空とぼけると川村はわしの覗いているドアの方を顎でしゃくって「あの先生さ 君はどうも欲張りだからね。死者にさえ惚れたんだから死者の何倍という金持ちの里美さんはいくら老人でも危ないよ。君のような虚栄女はどうも不安でしょうがない。あ、はあ、なんという口の聞き方だ。これが S 氏社交界の紳士とあがめられる人物の言い草だろうか。まさか。 それにあの方は女嫌いだって言うじゃありませんか。さもしい邪水はおよし遊ばせ。ルリコはちょっと川村を打つ真似をして、あでやかに笑った。と、その時突然、部屋が真っ暗になってしまった。あら、というルリコの軽い叫び声。停電のようだね、と川村の声。ふふん、何が停電なものか。 わしの秘書役の志村が約束通りホテルの配電室に忍び入りそのスイッチを切ったのだ S ホテル内だけの人工停電だわしがさっき定めの時間と言ったのはこのことであったわしは急いで部屋の一方に仕掛けておいた小型の機械のそばへ走っていったすると間もなく隣の客間からたまぎるような女の悲鳴が聞こえてきた ルリコの声だなぜ彼女は悲鳴を上げたのかそれは無理もないのだ停電の真っ暗になった客間にいとも不思議な妖怪が現れたのだ暗闇の中に薄ぼんやりと何かモヤモヤしたものが二つ現れたかと思うと徐々にそれが恐ろしいものの形に変わっていった闇の空間に 二おのおのが,が畳半丈もあるぎょっとするほど巨大な二つの目がじっとこちらを睨んでいたのだ川村も瑠璃子も幻影だと思ったに違いないしかし幻影にしてはいつまでたっても消えぬのが少し変ではないかしかしその巨人の目は決して初対面ではなかった見ているうちにそれが かつて実在したある人物の目に似てくるのだおおそうだ死んだ大牟田敏清の目だそれが百千倍に拡大されて今漢譜漢譜の前に浮き上がり闇の中から彼らをにらみ据えているのださすがの毒夫もそれを悟るとあまりの恐ろしさに思わず悲鳴を上げて川村にしがみつき 川村も叫び出しそうになるのをぐっと噛みしめて巨人の目を見つめたまま脇の下と額から冷たい油汗を流した。と想像するのだ。わしが見たわけではない。見ようにも見られないではないか。なるほどわしの目は千倍の大きさになって彼らの前にあったけれど、それはわしの目の影に過ぎなかった。本物のわしは 隣の部屋に仕掛けた実物幻灯の中へ黒メガネを外した顔を差し入れて屋外の電灯線につないだ二百色光の電球とすれすれに眩しいの我慢しながら瞬きもせず目を見張っていたのだ。つまりお化けのような巨人の目はわし自身の両目を実物幻灯の仕掛けによって客間の壁に移したものなのだ。 種を割ればあっけないが当時実物元痘なんて誰も知らなかったのだ。カンプカンプは死者の暴君がなせる技か心の呵責から起こった幻かと迷いながらも極度の恐怖に怯えその効果は予き以上のものがあった。瑠璃子の悲鳴を合図のようにパッと伝統がともった。言うまでもなく 配電室の志村がコロを見計らってスイッチを入れたのだ電灯がつくとわしは何食わぬ顔でドアを開き客間に戻った「親どうかなすったのですか?」予期したことながらあまりにもてきめんな効果にわしは思わず声をかけた瑠璃子も川村も真実幽霊を見た人のように 虚ろな目でキョトキョトと部屋を見回し額には玉の汗を浮かべ唇は乾き青ざめた顔色は彼らこそ幽霊ではないかと怪しまれるばかりであったいや別に突然暗くなったのでちょっとびっくりしたのですよ川村は弁解するように言ってそっと唇をなめた「わはははは愉快愉快」 わしはまず小手調べに成功したのだこの分だと前芸もうまくいきそうだぞではぼちぼち取り掛かることにしようかな不思議なる恋それからまた数日が経過したその間にわしは一方では川村を手なずけ このわしを無二の親友と思い込ませることまた一方では瑠璃子に接近し彼女の心を打ることに全力を尽くしたその甲斐あって今では川村はわしを実の父のように思い何もかも打ち明けてわしの意見を求め果ては悪い相談まで持ちかけるほどになったわしたちは車を連ねてよく料理屋へ行ったものだ そこではいつも土地の売れっ子芸者をすぐって、ひけようたいよの乱チキ騒ぎが始まった。のみすけの川村は、酔っ払うと優しい顔に逃げなき筐体を演じた。わしはそのぐでんぐでんに酔っ払った川村をそそのかして、よく瑠璃子の住まいへ送ってやったものだ。女が酔っ払いをすくはずはない。瑠璃子の心は、 この筐体を見せつけられる旅ごとに、川村から離れていくように見えた。川村を離れてどこへ行く言わずと知れたわしへ来るのじゃ。瑠璃コめ、かつては嫌い抜いたこのわしを愛し始めたのじゃ。女の心ほど得体の知れぬものはない。白髪白禅のこの親父のどこがよくてか。 言わずと知れた金である。栄養映画と一緒にこのわしの白髪頭までが尊く見えたのかもしれない。あなたは年寄りだ年寄りだと一人で追い込んでいらっしゃいますけれど、お見受け申したところ、決してそうでございませんわ。そのつやつやしたお顔色、立派なご体格、まるで三十そこそこの青年でいらっしゃいますわ。お串だって見事に混じり気のない真っ白で。 赤ちゃけたのなんかよりはどんなに美しいか知れやしませんわ彼女はそんなふうにこのわしを褒めたたえるのだわしは彼女と親しくなるにつれて父親が娘をいたわるように時として彼女の体に触ることもあれば手を握ることさえあったそんな時瑠璃子は何気なくわしの手を握り返してニッとなまめかしい笑顔を向けるのだ その度ごとにわしはまるで背筋へ氷でも当てられたようにぞっと身の毛がよだったうっかりしていると復讐のことなどを忘れて心から身も心もとろけてしまうように思われた彼女はその頃はもう当てがいぶちの別邸住まいになっていたがそこから川村の目をしのんで一人でわしのホテルへ遊びに来ることもあった ある月の良い晩にホテルのバルコニーへ出て、ルリ子と二人きりで話をしたことがある。わしは今もその時の何とも言えぬ変な気持ちを忘れることができない。わしは月の光を全身に浴びて遠い椅子に持たれていた。ルリ子は後ろから椅子の肩に寄りかかって、 肩越しにわしの顔を覗き込むようにしてあの悩ましい微笑みを見せていた月光が彼女を夢の国の妖精のように美しく見せたわしはうっとりと彼女に見入り冷めながら夢見ていたお前はこれでも不満足なのかたとえ嘘にもせよこれほどの女の愛情を買うことができるのだ お前には使い尽くせぬ財宝もある、その財宝とこの美女と我が物とし、平和に余生を終わる気にはなれないのか。恨みというのか、恨みがなんだ、たとえ一夜にしてお前の髪の毛を白くしたほどの恨みにもせよ、いずれ浮世の道家芝居の一幕にすぎないのではないか。月光の魔力であったか、美女の魔力であったか、一刹那。 わしは心弱くもそんなことを考えたしかし先祖以来伝わった復讐心がたちまちにしてつかの間の夢心地を追いのけてしまった目には目を歯には歯をこの他に真理はないのだわしは所詮地獄の底から這い出した白髪の復讐期のほかのものではなかった 瓶詰めのエイジさていよいよ復讐劇の序幕を開く時が来たある日わしは次のような招待状を発してホテルへ三人の客を集めたろうせいこの度郊外にささやかなる別荘を買い求め候については来る十五日 別荘開きの荘園を催したく当日午後1時 S ホテルまでご高麗を得ば老生の喜びこれに過ぎず候。なお別荘へはホテルより自動車にてご堂々申し上げる予定にこれあり候。わしの招待状によって当日集まった客というのは川村義夫大牟田瑠璃子住田医学士の3人であった。 住田医学士は莫大な礼金をせしめて瑠璃子の仮病を見て見ぬふりでいた元の Y 温泉の開業医である人数が揃うとわしたちは当時全市にたった3台しかなかった自動車に同乗して目的地に向かった僕たちは3人ともまだその別荘の所在地を伺っていないようですが妙ですね 里見さんはわざとそれを隠していらっしゃるように見えるではありませんか自動車が市街を出外れる頃になって川村がふとそれに気づいて変な顔をして尋ねたあなた方をびっくりさせてあげようと思ってねはははは。<laughs> わしはさもおかしそうに笑ったああその別荘は きっと意外な場所にあるのですわ。もしかしたら私たちの知っている家かもしれませんわね。里美さん一体誰からお買い取りなさいましたの瑠璃子が興奮って尋ねた。誰からですかわしはよく存じません。秘書役の志村が万事取り計らってくれましたのでね。わしはあまり笑ってはいけないと思いながら。 つい唇の隅に妙なニヤニヤ笑いを浮かべないではいられなかった自動車はでこぼこの田舎道を揺れながら進んでいった進むにつれて枝道がなくなりだんだん我々の進路がはっきりしてきたしばらくすると川村が頓強な声で「おやこの道は Y 温泉へ出る街道じゃありませんか」と叫んだ。 なるほどおっしゃる通りだ。では、ご別荘は Y 温泉の近くにお求めなすったのですね。住田医学士が相づちを打つ。当たりました。その通りですよ。わしの新別荘は Y 温泉の外れにあるのです。わしの答えを聞くと、川村と瑠璃子とが不安らしくちらと目を見交わした。二人ともそれからは黙り込んでしまって、 顔色も何となく優れぬように見えたさあ皆さんわしの買い入れた家というのはここですよ自動車が止まったのはほかならぬ例の大牟田家の小別荘の前であった瑠璃子が長らく湯治に来ていた家だつい近頃その庭に不義の子の死骸を埋めてあることを発見した家だ わしは莫大な費用を使ってこの家を手に入れた大牟田家では是非なければならぬほどの別荘でもないのでとうとう手放すことになった瑠璃子は今ではあてがいぶちの別邸住まいなのでついそのことを知らずにいたのだ案の定勘布勘布の驚きは見るも気の毒なほどであった 彼らは車を降りると真っ青な顔をして何かひそひそささやいている。何、偶然だよ。まさか里見が例の一件を知っているはずもなし。しっかりしなさい。ここで妙なそぶりをすれば、帰って疑いを受けるものだ。平気でいなければいけない。河村は、多分そんなふうに瑠璃子を励ましているのだろう。さあ皆さん、どうかお入りください。 わしは先に立って門内へ入っていった玄関には先着の志村が新しい女中たちを従えて出迎えているもうこうなったら川村も瑠璃子も引き返すわけにはいかぬビクビクしながらもまさかあの恐ろしい英治殺しの秘密がバレていようとは知る由もなく鷹をくくって客間に通った客間は 襖から畳からすっかり新しくなって見違えるように美しく飾られている志村がわしの命令通り図らったのだ里見さん実に奇縁ですあなたはご存知なかったかもしれませんがこの別荘は元大牟田家の持ち屋だったのですよここにいらっしゃる瑠璃子夫人などもこの家に長い間滞在されたことがあります 住田医学士が何の気もつかずお世辞のつもりで痛いことをしゃべり出した「ええそうですわ私この別荘を売りに出したことを少しも存じませんでそれにしても不思議なご縁でございますわね私が病を養っておりました部屋もついこの向こうにございますわさすが養父いつか眼色を取り直し平然と応対している」 おやおやそうでしたかこいつは大しくじりだ志村のやつわしに何も言わないものですから非常に失礼しましたわしがしらじらしくわびてみせると相手も去るものじゃいいえ同じ人手にわたるにしましてもあなたがお求めくださいましたのでこんな幸せはございませんいつでも見たい時には見せていただけますものと罰を合わせてくる それでは座敷をお見せするにも及びませんが、しかし中には模様替えをした部屋もあり、少しも手もつけないで元の風情を残した部屋もあり、幾分は様子が変わっているかもしれませんから、一通りご案内しましょう。瑠璃子さんのご病室なども思い出深いものがあるでしょう。マしは何気なく行って先に立ち、部屋から部屋へと見て回った。どの部屋も、 瑠璃子が当時に来ていた自分とはすっかり模様が変わっていたなぜそうしたかある一室の陰酸な感じを引き立てるためであった明るい部屋部屋の間にたった一間少しも手を加えぬ湿っぽい古部屋が残っているのはいかにも効果的ではないか言うまでもなくそれは瑠璃子の使用した病室だ彼女が 不義の子を産み落とした罪の部屋だわしはその部屋を最後に残しておいたよく子供がするように一番おいしいごちそうは後まで残して楽しむのがわしの流儀だだがとうとうその部屋へ来たわしは襖の引き手に手をかけながら客たちを振り向いていったあなた方は 階段をお好みではありませんか。もしお嫌なればよしてもいいのですが実はこの部屋は階段の部屋なのですよ瑠璃子も川村もこの不気味な言葉にぎょっとしたらしかったが弱みを見せてはならぬと思ったのかつけ元気でぜひ見たいものだと答えたそれではお見せしましょうとわしはふすまを開いた 赤ちゃけた畳、くすんだふすま、すすけた障子、陰気な茶色の砂壁、古めかしい掛け軸。見るからにいわくのありそうな六畳の部屋だ。障子の外は縁側になって庭に面しているのだが、曇り日のためか軒が深いせいか、室内はまるで夕暮れのように薄暗い。 どうしてこの部屋だけ手入れをしなかったかと言いますとねこの陰気な味が妙にわしの心を引いたからですよそうは思いませんかまるで薄暗い世話狂言の舞台でも見るようななんとも言えぬ味わいがあるではありませんか三人の客は皆この部屋をよく知っている。 住医学士はただわしの奇妙な趣味を不思議に思っている様子だったが後の二人はつまり勘婦と勘婦とはこれが恐れないでいられようか瑠璃子のごときは唇の色を失って立っているのもやっとのように見えた川村は川村でこれも真っ青になって床の間の一物を不思議そうに見つめている彼が見つめるのも無理ではない そこにはこの古めかしい部屋にふさわしからぬ新しい霧の箱が置いてあったのだから住田医学士もそれに気づいたと見えて「あれは何ですお茶の道具でもなし人形箱でもなしどうやら因縁のありそうな品ですね」と尋ねた「因縁ですかいかにも恐ろしい因縁のこもった品ですよ」 わしは不気味に答えた。ほほう、ますます怪談めいてきましたね。ぜひ、拝見したいものです。住田医学士はそう言いながら、しかし、うそ寒く肩をすぼめた。まあ、お待ちなさい。これについては一つの物語があるのです。事実、怪談話なのです。ほとんど信じられないほど恐ろしい事柄なのです。 ほら、そこの畳をごらんなさい大きな薄黒い斑点が見えるでしょ何だと思いますわしは公爵子のように思わせぶりに話を進めていったなるほどぼんやりと何かのこぼれた跡がありますねこれが結婚ででもあったら本当の階段ですね住田医学士が一人で応対する カンプは言い知れぬ不安におののいて口をきく元気もないのだところがどうもこれは結婚らしいのですよわしはズバリと言ったえっ血血ですって医師は商売柄にも逃げなく驚いてみせるわしはこの家の修理を終わると秘書の志村に命じて 庭のの手入れをさせたのですあれは器用な男で庭のことも少々は心得ているのでね志村は一人でコツコツ土いじりをやっていましたがもみじの木を植え替えようとしてその根元を掘っていた時実に驚くべき一物を発見したのですほらあれですあのもみじですわしは障子を開けて一同に庭を見せたそこの中ほどに いつかこのわし自身が根元を掘ったもみじの木が立っているわしが浪費おとよと妙な問答をした場所だそれが何であったと思います皆さんびっくりしてはいけませんよ生まれたばかりの赤ん坊の死骸が小さな木箱に入れて埋めてあったのです何者かがこの秋別荘に忍び込んで死に子を産み落としたのかもしれない それとも、生かしてはおけない不義の子かなんかで生まれるとすぐ実の親の手で絞め殺したのかもしれません。さあこう考えるとこの畳の斑点が何であるかもうすうすわかるような気がするではありませんか。誰も答えるものはなかった薄暗い室内に青ざめた三人の顔がものの毛のように浮いて見えた。 河村の恐怖は言うまでもないがお人よしの住田医学士もここまで聞いてはさてはと一切の秘密を悟らぬわけにはいかぬ誰もわしが故意にこの秘密を暴いたとは思わぬただ偶然に発見したのだと思っているそれがまだしも幸せというものだこの大秘密を暴いている男が実は 死んだとばかり思い込んでいた大牟田死者のなれの果てと知ったら勘不勘不はそのまま息の根も絶えてしまったかもしれないでその子供はどうしましたか警察へお話になりましたかやっとして住田医学士が不安らしく尋ねたいや警察へ届けたところで いたずらに母親を苦しめるばかりです。済んだことは致し方ありませんその母親もおそらくはこれに懲りて二度と不義いたずらはしないでしょうだが瑠璃子よ安心してはいけないぞ警察沙汰にしないのはその実わしの慈悲心からではなく法律などの企て及ばない大復讐を成し遂げるための方便に過ぎないのだから で、子供は子供はたまりかねた川村が初めて口を聞いたその声の惨めに震えていたことは不思議なこともあるものですよその赤ん坊はまるで生まれたばかりのように少しも腐敗せず死んだ時のままの姿で箱の中に眠っていたではありませんか執念ですよ 小さいものが生きよう生ききよようううとする正気でしょうか。いやそれよりもおそらくは完譜完譜のために欺かれた男の恨みに燃える執念のなせる技ではありますまいか恐ろしいことですでその子供はその子供は川村が同じ言葉を上の空で繰り返したご覧なさい ここにいるのです。わしはつかつかと床の間に近づいて例の霧の箱の蓋を取り中から大きなガラス瓶を取り出して一堂の前に置いた。と同時に「クー」というような異様なうめき声がしたかと思うと瑠璃子が髪のように青ざめた瑠璃子が目をつむって川村の両手の中に倒れかかっていた。 さすがのンプもこの恐怖には最後の力も尽きて失神したのであったガラス瓶の中には手足をかがめ顔も何もしわくちゃになった灰色の赤ん坊が白い目でじっとこちらを睨んでいたのだ黄金の秘仏 皆さん、わしの異様な身の上話は、指を折ってみると、もう一週間も話し続けた。獄中に月日はないというものの、話し手のわしはともかく聞き手の皆さん、ことにわしの話を即帰してくださる方は、ずいぶんうんざりなさったことじゃろう。だが、わしの恐ろしい復讐談は、 いいよいよこれから大目に入るのじゃもうしばらく我慢をして聞いてください」「昨日はわしがカンプカンプを Y 温泉の別荘へ誘い出して思う存分苦しめ怖がらせたことをお話しした」「カンプのルリ子はわしが用意しておいた瓶詰めの赤ん坊を見て我が在業の恐ろしさに耐えかね気を失ってしまったほどであった」 しかし、あれなどは、わしの復讐計画のほんの前芸に過ぎないのじゃ。官府が気絶したくらいのことで言える恨みではない。皆さん、わしが彼らのためにどんな目にあったか思い出してください。わしは溺れきっていた愛妻に背かれたのじゃ。いや、川村のために彼女を盗まれたのじゃ。その上彼らはわしを殺したのじゃ。幸い蘇生はしたものの、 その時はすでに彼らのために出るに出られぬ墓穴に閉じ込められていた。わしは生き埋めにされたのじゃ。五日間というものを、わしがその暗闇の洞窟の中でどのような苦しみをなめたか、わしの白髪を見てください。三十歳の若いみそらで、この真っ白な白髪頭。わしはその地底の五日間に三十年の苦しみをなめ尽くしたのじゃ。 そして墓穴を抜け出した時には心身ともに六十歳の老人と化していたのじゃこんら来これほどの苦しみをなめた人間がほかにあっただろうか復讐とは受けた苦痛とかっきり同じものを相手に返上することだ勘布ルリコを気絶させたくらいでは わしの受けた苦しみの百分の一にも足らぬではないか。<laughs> 皆さんそうじゃろうがつまりわしはこれからまだ今までの百倍の苦痛を勘譜と勘譜に味わわせてやらなければならないのだ。わしの仕事はこれからなのだ。さて大牟田瑠璃子の気絶騒ぎは幸いその場に住みた医学士が居合わせたので。 解放よろしきを得て別段のこともなく終わったがそれ以来というもの勘不勘不の心の隅に恐ろしい不安がつきまとって離れなかっただが怖がらせるのが目的でしたこととはいえ怖がらせきりにしてしまって警戒心など起こされてはこれからの計画を行う上に都合が悪いわしは今度は逆に彼らの恐怖心を和らげるために 骨折ららねばならなかった。つまり昔の裁判官が拷問を行う場合存分痛い目を見せて犯人が苦しみ疲れた頃を見計らいひとまず攻め道具を引っ込め水を飲ませたり粥をすすらせたりしていたわってやるのと同じ理屈で次に与える苦痛を一層効果的にする手段に過ぎないのだおたふくの面で引き寄せておいてがらりと鬼の面に変わるというやつだ。 そこで、翌日わしは瑠璃子を訪ねて、丁寧に詫び事をした。昨日は実に申し訳のない失策でした。あまり不思議な代物を発見した珍しさに、年がいもなくつい調子に乗って芝居係になってしまって、ひどい目に遭わせましたね。ただお話だけにして赤ん坊の死骸なんかお目にかけなければよかったのです。全く申し訳ありません。 ルリ子はまだ幾分青ざめて、不安らしく目をキョトキョトさせていたが、わしのまびごとを聞くと、いいえ、わたくしこそ皆様をお騒がせして、本当にお恥ずかしいですわ。赤ん坊の死骸を見て目を回すなんて、殿方にはさぞおかしかったでございましょうね。気が弱いものですから。と弁解がましく答えた。この様子では、 別にわしの所業を疑ってもいないらしい。ならししわがあの別荘を買い入れたのも赤ん坊の死骸を瓶詰めにしておいたのも偶然にしては少し変に違いないのだが瑠璃子はわしを南米帰りの里見茂行と信じきっているのでまさかわしが彼らの秘密を知り故意にあんな芝居をやったとは気がつかぬのだいやそんなことよりも彼女にしては 昨日の少し大げさすぎた驚き方を何と弁解したものかと心を砕いているのでわしを疑う余裕などはないのだろう。であの子供の死骸はどうなさいましてやっぱりあのまま保存なさいますの瑠璃子は不安らしく尋ねた。もしあんなものがその筋の耳に入って表沙汰にでもなったら。 カンプにとって容易ならぬ一大事だ。いやわしはすっかり懲りてしまいましてねあれは元の土の中へ埋めることにしましたよそしてその上にあのかわいそうな赤ん坊の墓を建ててやろうと思っているのですわしが答えると彼女は赤ん坊を埋めると聞いてホットアンドしたらしかったが墓を建てるというので またもや心配顔だまあお墓でございますってええお墓ですよ。しかし普通のお墓ではありません。ありふれた石塔なんかじゃありません。レンガ作りでね小さい蔵を建てるのです。まあ蔵をあんな不便なところへ。わしはシナで手に入れた黄金の秘仏を所持しておりますが。 トランクの中へ詰め込んでおくのはいかにももったいないので、どこか安置する場所はないかと考えていたのです。そこへ今度のことがあったので、ちょうど幸いです。あの赤ん坊の冥福を祈ってやる意味で、お墓の代わりにレンガのお堂を建て、そこへ秘仏を収めようと思い立ったわけです。金無垢のお仏像でございますのロリコメ。 黄金物と聞いて目を輝かした。どこまで卑しい女であろうそうですよ妙なことから手に入れたのですがわしのつもりでは日本の宝を一つ増やしたのだと思っています目方は六百門目ほどで金地金としては大したこともありませんが非常に古い美術品として計り知られぬ値打ちがあるのですまあ いわばわばしの貴重な財産ですそれを保存しておく建物だから蔵と言ったので一方霊の赤ん坊の霊を慰める意味では墓であり仏像安置の場所としてはお堂とも言えるわけですねところで皆さん黄金の仏像なんてまるで嘘っぱちなのだわしは散歩の折バスへの古道具屋でつまらない今出来の阿弥陀像を買った そいつに金メッキをして今言うお堂の中へ安置するつもりなのだなぜそんな嘘を言うのかこれには深い司祭があるのだわしの本当の目的は赤ん坊の埋めてあったところへ一種奇妙なレンガ造りの小部屋を建てることであったその建物に皆さんもきっとびっくりするような前代未聞のからくり仕掛けをこしらえたのじゃ無論わしの大復讐の手段としてね それがどんな奇妙な恐ろしい仕掛けであったかはやがて分かる時が来るじゃろう。まあそんな尊い仏様でございますのそのお堂とやらが出来上がりましたらぜひ一度私にも拝ませていただきとうございますわ。何しらぬるりこめ、間に受けてそんな宝物の持ち主であるわしに対して一層の好意を感じたらしい顔つきだ。 もちろんですよ。あんたにはぜひ見ていただきたいと思っているのです。お堂の建築はわしが工夫を凝らした一種風変わりな建て方ですからきっとびっくりなさるじゃろう。あんたのびっくりなさる顔が今から目に見えるようでわしは楽しみですよ。事実、どんなにかわしはそれを楽しんだであろう。ルリ子がいかにびっくりすることか。珍しさにか。 恐ろしさにか。<laughs> 恐ろしさに驚くとすればそれがどれほどの恐ろしさであることか幸福の絶頂わしたちがそんな話をしているところへいきなりドアを開いて官府川村義雄が入ってきたこれが夫婦でもない他人の訪問の仕方であろうか さすがに川村も決まりが悪かったと見えて「いやこれは失礼しましたつい玄関に誰もいなかったものですから」と弁解がましく言ったわしという邪魔者がいるとは心づかずいつものように勘布との合いきを楽しむつもりで何気なく入ってきたものであろう川村さんいらっしゃいまし今ね里見さんが 素晴らしい仏像のお話をなすっていらしたところでございますわ瑠璃子が鳥りなし顔に言うそこでわしはいやそれはねこういうことですよとさっき瑠璃子に話した通りを繰り返しそのお堂が出来上がったらあなたには真っ先に見ていただきたいと思いますと意味ありげに結んだぜひ拝見したいものです真っ先にとは実に光栄の至りです で、それはいつ頃ごろご竣工の予定ですかカンプメ、そのお堂ができたら、どのような恐ろしい目に遭うかも知らないで、光栄の至りだなどと喜んでいる。今から約1ヶ月の後には、すっかり内部の装飾も完成するはずです。あ、はあ、内部の装飾。それがどのような地獄の装飾であったか。 ああ、それはちょうど好都合でした。実は僕、しばらく大阪へ行くことになりましたので、帰る時分にはそのお堂が出来上がっているわけですね。楽しみにしております。まあ、大阪へ何か急な御用でも出来ましたのわしよりもルリ子がびっくりして聞き返した。河村の大阪行きは、寒布の彼女にも初耳であったと見える。 ええ、つい今しがた大阪のおじから電報を受け取ったのです。長く患っていたのですが、もういよいよダメらしいから、しばらく海放に来てくれというのです。妻子はなく、近い身寄りといえば僕一人なので、呼び寄せたくなったのでしょう。川村はなぜかそわそわと嬉しそうにしている。真実のおじの死期が近づいたのが、一向悲しくはないと見える。 それから三人でしばらく話をしているうちに、川村が妙にもじもじして、どうやらわしを邪魔に思っている様子が見えたので、さては、勘譜勘譜の間に何か秘密の話でもあるのだろうと察し、低欲挨拶して、二人をそこに残したままいとまを告げた。いや、告げたと見せかけてそっと庭に回り、窓の外から内側の話し声を立ち聞きした。 別邸のことだから広くもない庭だけれど植え込みが茂っているのでそこへ身を隠して立ち聞きをするにはおあつらい向きであったさあ約束をしてくれたまえ。僕が大阪から帰ったら正式に結婚すると川村の押さえつけるような力のこもった声が聞こえてきた瑠璃子はなぜか黙っている 僕のおじは老年のことだから今度は死ぬに決まっている。すると差し詰め遺産相続者はこの僕なんだ。僕はあまりおじに好かれていなかったけれど他に身寄りとてもないものだからあの頑固親父も顔を折って僕を呼び寄せる気になったのだ。遺産は少なく見積もっても十万円はかけないだろう。あ、はあ、僕は今日の来るのをどれほど待ち焦がれていたことだろう。ねえ、分かったかい 君は大牟田家のあてがいぶちなんか突き返して僕の女房になってどこへでも好き勝手なところへ行けるのださあ約束してくれたまえ僕の妻になるとガラス窓をそっとのぞいてみると川村のやつ蒸気して瑠璃子の上にのしかかるようにしている瑠璃子はと見ると案外冷静だツンとすまして 眉一つ動かしはせぬカンプ名どんな返事をするかと固唾を飲んで待っているとやっと口を開いたそんなことをしては世間に顔向けができやしないわそれにあたしあたしあんたのお嫁さんになる気なんて少しもないのよあんたは恋人かわいい色男ねえそれでたくさんじゃなくって何も今さら結婚なんかしなくても。 川村の情熱に水を注ぐ冷たい答えだ。色男なんて僕は役不足だ。僕は男だよ。君を独占したいんだ。天下晴れて僕のものにしたいのだ。それには結婚という形式をとるほかはないじゃないか。いつまでも人目を忍ぶ関係を続けていくのは嫌になったのだ。さあ、約束してくれたまえ。それとも君は僕と同棲するのが嫌なのか。 そうじゃないわ。そうじゃないけれど、私たちは何も、そんな形式にこだわらないだって、ちゃんとこうして愛し合っていればいいじゃありませんか。あなたにも似合わない。人目を忍ぶ王瀬こそ、恋は面白いのよ。と、カンプはふてぶてしいことを言って、にっこり笑ってみせた。顔と一緒に体も崩れて、彼女の白い手が男の洋服の膝を張った。 浅黒い手と白い手とが握り合わされたまあそんなに慌てて決めることはありやしないわおじさんを大切に看病しておあげなさいそしてできるだけ早く帰っていらっしゃい私待ち焦がれているわそしてそれからね何もかもあんたが帰ってからよ私このかわいいよっちゃんとそんなに長く別れていられるかしら ああ、何たることだこれが死尺未亡人の言い草であろうか娼婦だこの女は生まれながらの娼婦であったのだわしはこの隙見によって川村のやつがどれほど深く瑠璃子に溺れているかを知ることができた彼は寒布の柔らかい指先の一触れによってたちまちクラゲのようになってしまった それならいいけれどじゃあ結婚の話は帰ってから決めることにしようその時はきっと承知させてみせるよねまさか嫌とは言わないだろうね河村めさっきの意気込みはどこへやらよしよしとばかり譲歩してしまったええー、いいわそのことはあんたが帰ってからゆっくり相談しましょうねそれよりもそんなことよりもね しばらくお別れじゃありませんの。ね瑠璃子の目が細くなって赤い唇が美しく半開きになって何とも形容のできない愛らしい表情に変わったそしてその顔がそろそろと上を向き滑らかな喉の曲線をあらわにして忍びやかに川村の唇の下へ迫っていった川村のやつ それを見るともはや耐ええないという様子でいきなり両手を相手の背中に回し異様なうめき声とともに瑠璃子の体をわしの視界から隠してしまったわしは再びそれを見たのだかつての日墓穴を抜け出してきた夜本邸の洋室のガラス窓の外に忍んで見たものを再び見たのだ カンプの情知の限りを目撃したのだ。わしは決してバイタのごとき瑠璃子に愛着を感じていたわけではない。彼女こそ憎みても憎みたらぬ仇敵なのだ。だが、ああ、あの愛らしい笑顔、あの笑顔がわしの腹当たをえぐるのだ。わしは全身そうけ立ち、毛穴という毛穴から。 血のような油汗が流れ出すのを感じた。カンプめ、バイタメ、このわしは、かつての大牟田敏清は、白髪の復讐期と変わり果てた今でさえ、貴様のその笑顔を見ると、葬みの血が湧き返るのだ。それほどもわしは貴様のような人否人に溺れきっていたのだ。それゆえにこそ。 貴様の笑顔が耐え難く愛らしければこそ、貴様たち両人に対するわしの恨みは燃えるのだ。三千世界を焼き尽くす炎となって燃えるのだ。畜生めら、今に見ろ。地獄の底から這い出してきた白髪の鬼の執念の恐ろしさを思い知るほど見せてやるぞ。ふふふふ、その時こそ貴様たち、どんな顔をしてもだえ苦しむことだろう。 はあ、わしはそれを待ち焦がれているのだ。だがもう長いことではないぞ。貴様たちの無言らしい最後ももう遠いことではないぞ。わしはカンプカンプの稚魚を見るに絶えず、油汗でにちゃにちゃする拳を握りしめ、それを食うに打ち振り打ち振り、大牟田家の別邸を走り出し、劇場のあまり、 どこをどう歩いたかも知らず長い時間を費やして我が宿に帰り着いた帰って一人部屋に閉じこもり気を鎮めているとやがてボーイが来客を知らせた「河村義雄だキャツめ大阪行きの糸間越えにでも来たのだろうここへ案内せよと命じると河村め 入ってくるなり案の定勘夫との接吻の湿りも乾かぬ唇で男には赤すぎる唇でペロペロと糸まごいの挨拶を述べた「それは定めしご心配じゃろうどうか十分看病してあげてください」「わしが挨拶を返すと川村はおじの病気など少しも気がかりでないらしくニコニコしながらいやおじも年が年ですから 残念ながら今度は行けますまい。それは残念ですが、実を言うと、おじはなかなか財産家なのです。そしてこの僕の他には身寄りもないものです。つまり、今度大阪へ行くのは、そのおじの虎の子の財産を譲り受けに行くのですよ。つまり、スカンピンだった僕が一人前の男になれるというわけです。日頃、ほとんど無心も聞いてくれなかった頑固おやじですが、やっぱりおじさんというものはありがたいですね。 揃いも揃った瑠璃子が瑠璃子なら川村も川村だ親秘の叔父に対してよくもこんな口が聞けたものだわしはいきなり彼の横面を張り倒してやりたいほどに思ったがいや待て待て今にこいつの断末魔の公文を見てあざ笑ってやるときが来るのだとじっと心を押し沈めたそれには実はもう一つうれしいことがあるのです 川村はますます総合を崩して、さも幸福そうに話し続ける。里美さん、あなたは僕らの関係を大方察していらっしゃるようだし、それにあなたを僕は兄さんのように思っているのでこんなことも打ち明けるのですが、実はあなたのご存知の夫人が僕の申し込みを承知してくれたのです。最初は外文がどうのこうのと言っていましたが、 ととうとう僕の熱情にほだされて外文を捨てて僕と結婚することを承諾したのです何承諾するものかわしは立ち聞きをしてちゃんと知っているそれは川村が大阪から帰ってからゆっくり相談しようと話が決まったことを知っている川村のやつゆっくり相談するというのは承諾したも同然だと一人勝点をしているのだ 瑠璃子がはっきり承知するはずはない承知できないわけがあるのだだがわしは何食わぬ顔で「ほほうそれはおめでたい」「夫人というのは言わずと知れた瑠璃子さんのことだ」ね「ねそうだろ財産は転がり込む婚約は成立する君もとんだ過保ものだね」とおだてあげると川村はもう有頂天になって「そうですよ 僕自身でさえこんな家宝が待っていようとは夢にも思わなかったくらいです。死んだ大牟田が瑠璃子さんを探し出した時の喜びようというものはそれは大変でしたが今こそ僕は彼の気持ちがわかりますよ。日本一の美人を誰はばからず独占するうれしさというものがはっきりわかりますよ。だがそれも今までのような貧乏絵描きではどうすることもできなかったのです。全くおじのおかげです。 おのの財産のおかげです悪人も地上のためにはこんなになるものか子供のように喜んでいるだがこの無邪気な美しい青年が二度も人殺しの大罪を犯したのかと思うとぞっとしないではいられぬ恋の前にはあの恐ろしい旧悪も気がかりにはならぬのかいやいやこいつは人殺しなど旧悪とも思わぬ期待の大悪人だ 生まれついた殺人鬼。この美しい肉体の中に、まるで常人と違った毒血が流れているのだ。人間ではないのだ。一匹の美しい獣なのだ。人殺しを罪とも思わぬ獣なのだ。彼は今、瑠璃子と結婚した時の大牟田の気持ちがわかると言った。いかにもそうだろう。獣とて地上に変わりはないはずだ。 皆さん、寛夫は今、有頂天になって喜んでいる。幸福の絶頂にほほ笑んでいる。これがわしの思う壺なのだ。キャッツに真から思い知らせてやるためには、一度幸福の絶頂に押し上げておいて、それから奈落の底へ突き落としてやるのでなくては、効果がないではないか。奈落の深さ、恐ろしさが引き立たぬではないか。 機械なる恋愛。しかし、僕は実は気がかりなことがあるのですよ。河村は少し心配顔になっていった。ほう、幸福の塊のような君にも、やっぱり気がかりなことがあると見えますね。わしはわざわざ意外らしく聞き返した。 実は川村の気がかりな事柄は百も承知なのだ。他でもありません。瑠璃子のことです。ご存知の通り、あの人は交際好きで、男の友達も少なくありませんし、それにひどく気まぐれなたちですから、長く留守にする間に、どんなことが起こるまいものでもありません。あの美しさですからね。川村め、育児なく探索した。 ははは君も自信のないことを言い出すではないか。何大丈夫だよ。僕の見るところでは、ルリ子さんは真から君を愛している。間違いなど起こるはずはないよ。ええ、僕もそれは信じているのだけれど、やっぱり気がかりでしようがないのです。ところで僕、里美さんにお願いがあるのですが、聞いてくださいますか。親友の君の頼みだ。 どんなことでも聞きますよ。わしは親友という言葉に力を入れて答えた。僕の留守の間、瑠璃子を保護していただきたいのです。あの人を男友達どもの魔の手から保護してほしいのです。あなたなれば、大ムだけの縁者ではあり、ご年配といい、全く信頼できると思います。どうか僕の一生のお頼みを聞いてください。 河村も去るものだ。こうしてわしに頼んでおけば、社交界の狼連を防ぎうるばかりでなく、わし自身が瑠璃子に思いをかける自由をも奪うことができるのだ。河村にしてはいくら老人だとて、瑠璃子の美しさでは油断がならぬと思ったことだろう。それに瑠璃子がまた、卑しい背筋衆と来ているのだ。よろしい。 君はわしの親友であるばかりでなく、懐かしい大牟田敏清の唯一の友であった。わしは敏清のためにも一肌脱ぎますよ。彼の妻であった瑠璃子と、彼の無二の親友であった君とが一緒になるというのも何かの因縁だろう。地下の敏清も定めし喜んでいることでしょう。わしはね、河村君、君が敏清に尽くしたと全く同じ親切を君に尽くすつもりですよ。 全く同じ親切をね。わしはこの最後の言葉にまた力を入れていった。川村が尽くしたのとまったく同じ親切というのはとりも直さず妻を盗むことだ。地底に生き埋めにすることだ。これが川村のもに尽くした親切であったのだ。わしの異様な言葉を聞くと。 さすがに川村め変な顔をしたがまさかこのわしが当の大牟田利清と悟るはずもなくわしの快い承諾を感謝しなおもくどくどと瑠璃子のことを頼んだそこで川村は心を残して大阪に出発しひとばかりというもの手紙のほかには彼の消息を絶ったわけであるが彼の留守中わしの復讐計画は 一人ぼっちになったカンプルリコに対して着々と勧められていったわしは毎日のように彼女を訪ねたルリコの方でもわしのホテルを訪ねた外見では親子ほども年の違うこの二人の男女はだんだん親しみを増していったある日のことわしのホテルの部屋のソファーに並んでルリコと話をしていた時 わしは何気なく川村のことを言い出した川村君からおじさんの寿命ももう長くはないと言ってきましたあの人も一役お金持ちになるわけですねすると瑠璃子は眉をしかめてまあ嫌でございますわねそんな不人情なことといかにも人情家らしいことを言うしかしそれがあなたの根子になるのではありませんか 河村君も大変喜んでいましたよ。まあ、瑠璃子はさも意外だと言わぬばかりに呆れてみせて、恩使でございますって河村さんがそんなことを申しましたの嫌ですわ、私。ときっぱり否定する。えそれじゃあ,あなたは同意なすったわけではないのですかわしは大げさに驚いて見せたものだ。あの方は亡くなった主人が、 兄弟のよううに親しくししくていいた方でございましょう私も本当に兄さんのように思ってお付き合いしてるばかりであんまり親しくなりすぎてそんなことを考えるのもおかしいほどですわ結婚なんて思いもよらないことでございますそうでしたかあなたがそういうお気持ちならわしは安心しましたよそう言ってわしはちょっと公職な目つきをしてみせた え、安心なさいましたとは瑠璃子はちゃんとわしの心を察しながらそしらぬふりで聞き返すあは、<laughs> いやそう真面目に尋ねられては困りますがわしはねあんたが再婚すると聞いて実はひどく失望していたのです白髪白禅の老人が口説くのはなかなか難しいものだ いくらかは老年のはにかみというようなものを見せなければお芝居が本当らしくない。わしはそこで妙な空ぜきをしてむやみとひげをこすったものじゃよ。それに考えてみるとわしの立場は実に何とも言えぬ異様なものであった。わしはまさしくわしの女房に違いない女をまるで味噌か男かなんぞのように口説いているのだ。わしはふと 恐ろしい夢でも見ているような気持ちにならないではいられなかったするとンプはこれもなかなかの知れ物だまるで小娘のようにパッと顔をあからめて消えも入りたい風情を見せまあご冗談を私あなたは女嫌いでいらっしゃると伺ってましたのにと甘い鼻声で言いにくそうに言った女嫌い なるほど、わしは女嫌いです。この年まで妻というものを持たなかった男です。しかしルリさん、それはわしが異性に対してあまりにも贅沢だったからかもしれません。つまり、わしの心に思っているような女に今まで一度も出会ったことがなかったのです。ところが今度日本へ帰ってあなたという人を見てから、わしの気持ちは全く変わってしまった。 わしは死んだ大牟田しきを抑えうらやんだ。まして現にあんたの周囲に群がる若い紳士たちを見ると、笑わないでください。わしは本当に嫉妬に堪えないのです。わしはなぜあんたと同じ年頃に生まれ合わせなんだかと、それが恨みです。わしのお芝居はだんだん熱を帯びていった。紳からこの愛らしい女をかきくどいているような妙な気持ちになっていった。 その相手が今わしの前にさもおいおいしく恥じらっている美女がかつてわしの妻であったことがわしの気持ちを一層へんてくな気違いめいたものにした瑠璃子は目の縁を真っ赤にして「娼婦というものは心にもなく顔をあからめる術を心得ているものだ」「じっとうつむいていたが」 わしの言葉が熱してくるに従って、彼女は何かそうけだつように身を震わせ、感激の表をあげてわしを見上げた。はあ、彼女は泣いているのだ。彼女のまぶたには水晶のような涙の玉が連なり、唇は感激に震え、何事をか言わんとして言葉もいでぬありさまだ。実に死いである。 かつては彼女の夫であったわしも、瑠璃子がこれほどの盟友であろうとは少しも知らなかった。私、こんな嬉しいことはありません。かなわぬこととは思いながら、私、それを夢見ていたんです。あなたの力強い腕に抱かれることを夢見ていたんです。瑠璃子は名文句を吐きながら、 熱い手を伸ばしてわしの手を取ったそしていつか川村に対してした通りに涙に濡れ輝く顔を仰向け半開きの赤い唇を震わせながらわしの顔の真下に迫ってきたわしはさすがに老狽しないではいられなかったこの急敵と唇をかわさねばならぬとはあまりにも苦々しいことだわしは躊躇しただが 次の瞬間には、接吻は何も愛情の印ばかりとは限らぬ。相手を侮辱し、もて遊んでやるつもりなら少しも構わぬではないかと思い返した。わしは、かつての愛妻の、今は憎みても足らぬ仇敵の唇を吸った。その不思議にも複雑な味わいは、今も忘れることができない。わしは、 相手の燃えるような異様に躍動する唇を感じながら、この妖艶類なき女を果たして憎んでいるのか、それとも実は溺愛しているのか、我と我が心を疑わねばならなかった。唇の感触から、かつて甘かりし日の思い出がまざまざとわしの心に浮き上がった。いつかもお話したわしと瑠璃子との らな湯殿の戯れなどが絵のように思い出されただがうとうとと夢心地になっていくわしの心をパッと打ち覚ますものがあったわしの復讐心がきわどいところで美女の誘惑に打ち勝ったのだわしはぐっと心を引き締め同時に顔や仕草は一層和らげながら静かに唇を離して最後の言葉を吐いた わしはあんたに結婚を申し込むことができるだろうか。ルリ子は何も言わなかった。何も言わず、ただ深く深くうなずいてみせるとともに、握り合っていた指先に思いの丈を通わせて、砕けよとばかりに握りしめたのである。